ますか？ララミボックスのお時間ですよ。今日はなんと札幌雪まつり第何回かもう忘れちゃいましたけど、第66回ですね。66回札幌雪まつりの会場でですね、今日は私ララミが歌う日です。今日は暖かめなんですけど、残念なことに若干暖かすぎて雨模様になってしまいまして、こんなことまずめったにないんですけど、私が歌うのはここ大通り5丁目毎日氷の広場。今回は台湾の香港っていうところだったね。台湾の行天宮、関羽、武将の関羽、三国志とかの祀っている建物だそうなんですけども、行天宮をですねモデルに鉄道ができてます。なんかこんな感じ、写真で言うとね。でステージはですね、現在、東京から D-GIRLS さんというユニットファンが来ていただいてまして、その次が私なんですよ。もうまずすぐ出番ですね。はい、見えるかな、ここからね、正面から撮るようなんで、後で正面からちょっと撮りますね。こんな感じで舞台袖でございます。はい、今日はなんとシークレットゲストのことですね、コラボレーションをする、シークレットでもないかな、がということで、ちょっとねライブ中の予想が取れるかどうかは正直わかんないんですが、楽しみにしていてくださいじゃないけど、楽しみたいと思います。というわけで、じゃあ準備に取り掛かりますね。ではまたネクスト。なんとですね、はい、今日はソロ最後のステージ、最後ですだよね。なんで最後になったのか教えてちょうだい。ハッピー少女という嫌らしい顔だな、なんかフレッシュな可愛い可愛いグループに入ってるので、うん、黄色もソロもやめました。そうだ、もう緑だもんね。はい、緑なんです。見てみてください、緑なんです。今年から緑担当です。そうなの、今年から緑のハッピー少女、うん、緑のハッピー少女新規一点、髪も切ったんですよ。そうだよね、はい、そうなのさ、うっかり誰も触れてないんだけど髪めっちゃ短くなって、めちゃめちゃ切りましたよ。あのいつ切ったんだっけ、年明けてから、もうデビュー日直前、あ、年明けてからですね。でもね、2月の前ぐらい、はい、そうです。そうだそうだそうだ、いや、そう、めっちゃこっちの方が似合うと思うんですよ、個人的に。やっぱり個性を出していかないとかな。そうそう、ハッピー少女頑張る、頑張ります。意気込みを、あ、これからもハッピーに、うん、ハッピーに頑張っていくのでよろしくお願いします。はいはいはい、というわけで、はい、ヒラリンが今日この雪まつりで最後のソロステージを、そうなんですよ、ね、優秀の美を飾れそうです。優秀の美って言葉よく知ってるね。いや知ってる、でも自分感激して今使いたくて使ったんだけど。本当によかったね、使えてね、はい、ソロの最後の日に使えてよかったね、はい、優秀の美ステージでも言っておいでよ、言います。というわけで、ヒナの最後のステージもあるんでね、はい、それも私見届けていこうと思いますので、はい、雪まつり、私の勝手配信、はい、勝手配信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 、どこまでこれカットされずに使えるのか分かんないけれども、はい、ちょっと取りためて、はい、あとはヒナのステージを見届けたいと思います。ヒナリン、ありがとう、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました。と今ここにこれからステージに出る北野カムイちゃんがいます。こんにちは、わっかない北野カムイだにゃー。バサムじゃなくてわっかないなんだね。今日はね、わっかないで気分だったにゃ。本当に、だってそれ浮かばないのさ、なかなか。私が浮かんでもどうしようもないんだけど。あ、そうにゃ。いや、大人の事情だからにゃ。そうそうそう、今日はね、ゲストで来てもらうんですけど、雪まつりのステージは何回目なんですか、カムイさん。これ実は2回目なんだにゃ、まだ。あの、ベテランですね。いや、別に2回目でベテランって言うの?2 回目でベテランって言っていいなら。今年は何回目です、今この、今日の雪まつりも今日初めてなんで。じゃあ2月8日が北野カムイの、
と雪祭り2015年に雪祭りを最初のステージ。そうそうそう、2回目が2月10日にあるんだね。なるほどね、すごいね。ありがとう。日曜日だからすごい人来てますよ。マジでなわら緊張するにゃ。外人ばっかり通ってる。マジでイケメンいるかにゃ、うん、イケメンはいたと思うよ。あ、マジか。ちょっと頑張ってライブするにゃ。張り切ってガゼン張り切ってきた。めっちゃ横島ですね、本当ね、この猫は。というわけで、じゃこれからキャンカムイちゃんのステージをですね、あの私となんとコラボレーションするということなんでね、はい、北に来た人しか結果がどうなのかわからないけど、はい、頑張っていきたいと思います。なかなかララミちゃんとコラボできることなんてないからにゃ。まずないからにゃ。いろんな事情で頑張ろう。まずないから頑張りましょう。というわけで楽しみに頑張ってきます。よろしくお願いしましょうか。心を開いてさっとスモールからそっと捨てるだろう。